はい、皆さんおはようございます、こんにちは、吉田成政です。はい、鼻声で申し訳ございません。今日ですね、ご紹介するのはこちらですね。はい、すき家さんの野菜カレーですね。はい、出た。チーズカレーの時に失敗したので、ちょっとね、飛び散らないようにですね、頑張っていきたいと思いますけれども、野菜はですね、かなりでかいですね。ゴロゴロと、ほら見えますかね、かなり入ってますよね。ご飯は大盛りをね、にさせていただきました。さあとりあえずね、風邪もひいちゃってますしね、ビタミンミネラルのね、取らなきゃと。サプリメントも飲みましたし、薬も飲みましたし、あとなるべく、食べるものですねから、ビタミンミネラルを摂取して、特にビタミン C ですねを取ろうと思っておりまして、ジュースとか飲んだりしております。こちら、よし、ちょっとこれシャバシャバなんですよね。これいくよ、よいしょ。見えるかカメラに。シャバシャバなんですよねこれね。えどうでしょうか。でもでかいってか大盛り、さすが。こんな感じになりました。さあ、じゃあもうね、じゃがいもちゃんでかいね。いただきます。うん、すごいホクホクしてる。これお店の中でカットしてるんでしょうかね、野菜。うまい。うん、やっぱ野菜でかいのいいね。人参、うん、うまい。あのね、冷凍の野菜がありますよね。で、それでカレー作ったりすることあるんですけど、特に人参ですね。なんかこうべちゃっとしててうまくないですね。でもこれはうまい。ということはやっぱお店でカットしてるんでしょうかね。だとしたらお店の方がやる仕事いっぱいありますよね。牛丼もあるし、こういったメニューもいっぱいあるし。うん、うまかったです。星5つ差し上げようと思います。はい、ありがとうございます。ということで、鼻声で早く風邪を治そうと頑張っております、吉田成政でございます。またお会いしましょう。ありがとうございました。